ウィリアム・ジョージ・アストン、1911。ウィリアム・ジョージ・アストンは、英国の外交官、日本学者で朝鮮語の研究者でもある。アストンは、19世紀当時、始まったばかりの日本語及び、日本の歴史の研究に、大きな貢献をした。アーネスト・サトウ、バジル・ホール・チェンバレンと並び、初期の著名な日本研究者である。フリーメイソン。アストンは、 1841年4月9日にアイルランドのロンドンデリーの近郊で生まれた。1859年から63年までクイーンズ大学ベルファスト校で学び、頭角を表した。大学ではラテン語、ギリシャ語、フランス語、ドイツ語の文献学、及び現代史を学んだ。教授の一人はジェームズ・マコッシュであった。1864年英国講師館。 勤務日本語通訳生として来日。1869年に英国長崎領事館勤務から兵庫、大阪勤務へ移動し、2ヶ月ほどで東京に転任する。2年先に来日していた2歳年下のアーネスト佐藤と共に日本語の動詞の理論を研究した。この難解な研究は西欧の学者による日本語研究の基礎となるものであった。 この結果をもとに1869年と1871年には日本語文法書を出版している。1870年の歯科休暇の際には藤田隆三郎を伴ってアイルランドに帰国し、新婚の妻ジャネットと共に藤田を世話した。1884年には領事試験に合格した。江戸、東京及び横浜の公師館に勤務していた佐藤とは異なり、 アストンは神戸及び長崎の領事を務めた。1886年には通訳としての最高位で、ある日本語書記官に就任した。日本アジア協会会放の執筆者の一人で、1896年日本書記を英訳、1899年日本文学史、1905年神道を執筆した。アストンは日本滞在中に朝鮮語通訳から、 朝鮮語を習っていた1879年にはロンドンの王立アジア協会で日本語と朝鮮語の比較研究と題する長文の論文を発表している。神戸の領事館に勤務中の1880年11月頃、日本に密航した等を訪問した李東人から卓ハニを紹介され2ヶ月ほど朝鮮語を学んだ。その後もアストンを訪れる 朝鮮人は多かった。1882年6月6日に朝鮮と英国の間に最初の条約であるウイルズ条約が結ばれた。アストンは到着が遅れこの条約の交渉には参加しなかったが、そのまま二川に残った。結局、ウイルズ条約は内容が不十分として英国で批准されず、翌1883年11月26日、 中心講師に転じたハリー・パークスによって調印された。パークス条約が両国間で締結された最初の条約となった。この時、アストンはパークスの補佐を務めた。この条約に基づき、1884年にアストンは朝鮮駐在の最初のヨーロッパ人外交官となったが政治状況が不安定となったため、1885年に朝鮮を離れた。 しかし、1885年から1887年にかけて東京でキムチェグクを教師として朝鮮語を学び続けた。キムはアストンの勉強のためにいくつもの物語を語った。アストンはこの朝鮮民話の原稿をサンクトペテルブルクのクンストカメラ博物館に寄贈し、2004年に出版された。アストンのコレクションは現在はロシア科学アカデミーに、 保管されている。1889年に病気のため外交官を辞職、イングランドに落ち着いた。1911年11月22日に死亡。晩年、佐藤が収集した日本語文献を譲ってもらっていたが、自身が収集した文と合わせ、1万冊もの日本語文献を所有していた。この蔵書は、彼の死後1912年に、ケンブリッジ大学図書館が購入し、 これが、同図書館の日本語コレクションの基礎となった。ありがとうございます。